感のある始まり方ですけどもね、慣れない感じですけども、はい、ということでこんにちは、土手陣です。夏美です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久しぶりですね。いや本当に久しぶりで、ちょいちょいあのなんか来店とかってたまたまホールが被ったりとかで、はいはい、チラッと見たりとかまあしてましたけど、まともに話すのだいぶ久しぶり。久しぶりですね。久しぶりで、元気でした元気でしたどてさん、そんなに元気じゃなさそうなんですけどね、もう不定期開催にも程がありますけれども、ね、いやもういつぶりですか、ね、あの全身の番組だいぶ経つみたいでね。これもともとはですね、うん、あのパチマガスロマガチャンネルとかね、はい、YouTube などで、配信されていたドテポコボックスというね、はい、番組があったんですけれども、はい、それがですね最終回が3年半ぶりまあ一応最終回って感じでしたっけ。いや、なんか急に終わった感じ不定期だったので急に始まって急に終わるっていう、はい、3年半も空くことあるのかっていう感じがね。いやまさかと思いましたよ私。いや本当ね、衝撃的でしたよ、お話いただいた時ね。こんだけ感覚があるといろいろありますねいやもう本当バツイチですから名前も違うし、名前も違うしバツイチらしい別人ですもうちょっと呼び慣れないかもしれないですけどね。いや本当、俺なんて言ったらいいんだろう。今までずっとねポコって言ってたからなんで夏だからね。夏ちょっと嫌ですねなんかちょっと嫌ですね。やちょっと彼氏感出てる。言われる方も嫌だあ本名なんで。そうだよ、ね、彼氏感出ちゃってる夏はちょっとそれはね、はい、ちょっとやめておきましょうかね。ということで今回はですね、群馬県にありますマルハンやった島店さんでの収録ということでお世話になっております、はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、これまでね不定期配信だったわけなんですけども、はいはい、なんと、はい、今回からレギュラーになると。いやそうみたいでね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。不定期から3年半分に復活して急にだいぶ不定期だったけどね3年半はすごいけど、もう YouTube にもほとんど残ってないですからね。そう、あのね、いろいろ問題があって20話やってんだよね。結構やってるんですよ。やってるけど、はい、4つぐらいしか残ってないんだよね。ほぼ残ってないんで、その前を見た人はかなりレアなんだけどね。いやもうなんか一応私ツイートさせてもらって復活しますって、うんうん、本当あのマニアな方が待ってましたと、うん、本当ごくあのごくごく一部のマニアックな方、一部のマニアックな方がおーって言ってくださって、ありがたいですね。ありがとうございます。覚えていただいてて、いや本当にね、だからね、はい、頑張っていきたいなと思うんですけれども、はい、はいはい、で今回の、配信なんですけども、はい、パチマガスロマガ TV の方にお引越しということなので、はい、ぜひね皆さんこちら登録していただいて見ていただければというふうに思います。はい、はい、ルールの方ちょっとお願いいたします。はい、ルールの方はですね、はい、視聴者の皆さんからあの募集していただいた質問に対して、はい、私たちが2人でパチンコ打ちながら答えてトークをしていくっていうことなんですけれども、はい、ボックスあったの覚えてますか。もうタイトルにね、はい、あのボックスっていうのが入ってついてるじゃないですか。 ね、はい、そのボックスからこう引いて、はい、ボックスがあるということで、ちょっと見てくださいよこれ、この音金属音音なの、 音なの、これびっくりする。落としても壊れないんじゃないかなって投げても壊れないワンちゃんすごいね、こんな立派になるんですよ、レギュラーになると。これが一番リニューアルじゃないの。リニューアル、ロゴも変わってますね。ドテナツボックスになってるんですね。この絵は変わってない、使い回しかないこのボックスからね、はい、こういただいた質問入ってますんで、はい、こう引いて実践中に引いて、はい、引いたところに書かれているお題に沿って私たちがトークをしていこうという、はい、その実践もなんかどうやら、さだまがプラスになるといいことが起こるそうで、はい、でエンディングになんか一応ミニゲームみたいのがあるらしく、お、1人プラスだったら1人その人がチャレンジできて、はい、2人プラスだったら2人がチャレンジできる。あ、じゃあプラスになった方がいいんですね、2人とも。そうそうそう、視聴者様に、プレゼントする可能性も高くなると、高くなるということで、いうことなので、はい、実践の方も頑張っていかなきゃいけない。1回目ですし、キッシュの方ってキッシュがですね、今回ですね、はい、プラスになる、プラスになる名機ですね、はい、オーミフォー
大名スペシャルをリニューアルにふさわしい。いや、ディゼルとかじゃなくてエヴァとかじゃないんですか1回目で。多分1回目はね、多分募る話もいろいろあるだろうし。ありますないんかい。無言になったらどうしよう。海王と出た。僕僕と大名を打つっていう回になる可能性も秘めてはいますけれどもね。はい、まあ、この後ね、回転なので早速実践開始に参りたいと思います。はい、はい、それでは大前に着きました。はい、今回実践する決死はかの名機、そうですね、リ・オー・ミホースペシャルでございます。大人気決死でございます。はい、スペック紹介いきましょうか。スペック紹介ね、打つ前にさせていただきます。寝台でもないんですけども、手を止めてわざわざ一番いらない、一番いらないひどことなんですけど、一応あの大当たり確率が約3/19ミドルタイプで、はい、核変突入率が 52% の核変ループタイプになっております。はい、で基本的に時短100回つくんですけれども、はい、変速中に当たった場合は120回、時短込みの継続率は 65% ぐらい。あ、なるほど。ありまして、 U タイムもついておりますよ。はい、通常時950回転消化で350回の時短がつきまして、はい、この間の大当たり期待度 66% ありますから、打ちながらやれって話ですよね。じゃあ早速行きたいと思います。はい、はい、野田さんはカスタムしてますか？してますよ。なんだっけ、私はあのもう魚群告知100 100% 告知してます。最近好きで、ね、やっぱ魚群外すとね、ムカつくじゃないですか。確かに俺もいつも 100% もう出たら喜ぶしかない方がいいと思って外したくないから。確かに、そうなんだよな。で、別に魚群出なくても当たるじゃないですか。なるほど、だから嫌って思うことがない、ね、ないですよね。ストレスがなくなる。そう、ストレス少しでも排除していかないとこのストレス社会やってらんないんだよこのストレス社会で本当に生き抜いていくためには少しでも自分のやれることはやっとかないと。いや、最近の台本当にシンプルすぎて、ね、当たんない時に何も戻りましたよね、シンプルにも、ね、一時期あんなに出てたのに、出てたんですけど ね。で、カスタムすると本当に何も出なくなって、そうもう金太郎とか打たれました、サラリーマン、ね、あれもダメ、全然出ないんだ。1300回転ぐらい回したんですけど、なんか当たんなくって、それ以来打ってないんですけど、でもその1300回回した時に、まあ、カスタムをしたんですよ。で、あれってこうシンプルになるカスタムと先読みが、あともう本当全然出なくなるみたいな、あるんだ、結構極み男か、あって、でその男にすると会話予告も何も出なくなって海みたいになるんですよ。あれ衝撃的でしたね。その何も出ない、そのカスタムを男ってつけるのもなんかこの時代大いいのかっていう話になるけど、そうなんだ、びっくりしました、ずっとこういう背景見てるだけなんで何も出ないです。なるほどね。もう最近ねスマホ見たりしながら打ってる人がいるから、もう結構動画見ながらの人多いですよね。いや多いね、そうだ、この前なんかツイート見てたら、はい、おばちゃんが、はい、なんか最近の台はつまんないって言ってて、ああでも確かにうなずけるなっていうかさ、っていうのはシンプルすぎてってことですか？そういうことあると思うんだよね。あのカスタムしてなくても多分根本が多分シンプルな方にいってるよね。だそういう人たちからしてみると、確かに何も来なくてつまんないわっていう感じなのかもしれないですね。そうそうそう、私はシンプルの方が好きなんで。いいけどね、俺もそうなんだけどね。でも そういう人の方が多分少数派ですよね。多分そうだと思うんだけどね、でもで この最近の流れ見てるとそんなことなさそうな感じはするけどね。ただやっぱりさ、せっかく自分のも何未然によさ1万2万切ってるわけだからさ、なんか怒って外れて帰りたいっていうのはあると思うんだけどね。確かにそれは分かりますね。そっか、確かに何か見たいはあるかもしれないんですけど、かといって
って別に熱くないやつ見せられてもっていうのありますよね。あ、まあね、だそういう意味であの北斗無双が流行ったのかなっていうのはあるけどさ、一応嘘でも 赤保留になるじゃん。ああ、嘘でも嘘でも赤3回外したよってさ1万円で言えたらまあいいエピソードになるじゃん。確かにな、うん、だから時代とともに変わるわな。前回 の, だその3年半前の配信が、はい、寄生獣、寄生獣ってました。寄生獣ホールにないですよね多分私は結構原作とか好きだったんで、ね、はい、そうそうそう、結構当たってた。寄生獣か、それはまだ YouTube 残ってんじゃないかな。あ、残ってるやつですね。そう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 。じゃあこの番組ってこの視聴者の方から寄せられた質問にお答えするみたいな番組じゃないですか。今日のボックスの中にはいつの誰からの質問が入ってるんですか。3年半前に募集したやつが入ってるんじゃないの今更寄生獣の時のやつが。そうそうそう、景気づけに一回引いとく。いきますか。あ、何、パチマガストロマガ編集部から、あ、寄生獣の時に送られてきた質問ではないらしい。じゃないんだ。え、じゃあどこに送られてきたやつですかパチマガストロマガ編集部の人たちが質問考えたんだって、はいはい、あ、考えたんですか。考えたやつまあ1回目だからしょうがないよね。しょうがないですね。確かに急にね急に始まったんで、私あと2週間ぐらい前まで本当にあるのか分かんないぐらいだったんでこの収録がそうなっちゃいますよ ね。確かにね、バタバタしてね、告知できればあれだったんですけど。そうそう、ちょっとあれこのでかい箱に対してちょっとしか入ってないんですけど箱がでけえな。箱が無駄にでかい。じゃあちょっと、じゃあこれ引きました。はい、はい、これじゃあ引きました。プレゼント、プレゼント読ませていただきます。今までファンからもらって困ったびっくりするようなプレゼントはありますかという内容ですけど、まあ、普通そうだね。いや、プレゼントっつったらだいぶいろいろもらってんじゃないの。私びっくり、財布ですかね。財布、マジで。しかもヴィトンの財布は、マジで、ガチの長財布、マジで。わあ、送られてきたんです。それこそパチマガの編集部に送られてきて、で、まあ、送ってくれた方も名前で誰か分かるぐらい何回か会ったことある人で、でもすごく可愛くて、うん、結構高価なやつもらってんじゃないよみたいなこと言われるね、うんうん、言われることはあるかと思うんですけど、うんうん、でもやっぱりね、いただいたものなんで、うん、何より可愛くてすごい良かったので普通に使ってました。あ、マジで。普通にもう ありがとうの気持ちで普通に愛用してました。それは嬉しいね。すごい嬉しかったです。でも可愛かったし、まあ、ちょっとホールケーキとか、あー、生物の系ね。生物系は、うん、なんかびっくりというかはどうしたらいいか分かんないわ正直これ家帰るまでちょっとぬるくなって持たないんじゃないかみたいな時とかはもうどうしようっていうのはありますね。最近も結構食べてらっしゃるね。あ、結構見てますね食べては相変わらず、もう食べてないとやってらんないですよみんなみんな驚いてるけど、でも前からすごかったよね。なんか結構もうやっぱり私が食べるイメージって全然ないんだなと思って、結構土手さんとかびっくりしないじゃないですか。全然しない、だいたい同じぐらい食ってたんで多分私のことを多分夏美として知ってくれてた人とかは多分そんなイメージ多分ないのかな。あー、なるほどね。だから結構言われます、あれ本当に食べてるんですかとかそれをさ、それを意図的にやるんだったら何の効果があるの確かに少なくしてプラスのイメージなくない少なくしてさ、ね、ラップで食べるなら分かるけどさ、確かに増やして食べないっていうのは意味が分かんない。何なんですか確かにあれか、大食いに見せかけて実は食べてないよ、こう振りだよみたいな、なんか何だろう、こうちょっとざわつかせといて実はやってないよみたいな感じに思ってる
人なのかな、人もいるかもしれないですね、もしかしたら。なんかそう、ちょっとそこら辺の意識高そうみたいな。なんかもう野菜とかばっかり食べて。ふざけんなって感じ。それ私が言うセリフですよ。昔から知ってる人からあるから笑っちゃう、確かに確かに笑っちゃうね。大体もう真逆だな、もう大盛り無料っていうのに食いつくのは私と土手さんしかいないですか、大体。あの脳改札大盛りでって言っちゃう、ね、はい、います、います。でも年取ってさ、はい、やっぱちょっと食品なってるのはない？昔ほどは、うん、昔ほどは量もやっぱ食べれないですね、うんうん、昔は多分信じられない量食べてたんで。牛丼屋に入って波を思い切ってもう、ね、波を押す勇気がないです。波を押す勇気が、だからみんなと逆なんですよ。みんなはちょっと勇気出して大盛りを押すじゃないですか。私たちの場合は波を押すとか、波を押すっていう、すごい負けた気がするんです、波を押すと。あら、あらと言ったらどうかな。あの魚群は出てないですよ。あれ告知は告知でもギリギリになる時もありますからね。おお、来ました、すげえ、ありがとうございます。81回転目です。素晴らしいね、ありがとうございます。魚群出なくてもあったんだね、最高ですね、うん、素晴らしい。打ってる？ある程度身体は。いや、それが全然その身体紹介とかもやんないので、ちょっとまあ初打ちで、まあ、どてぽこだったら、どてぽこっていうかこの番組だったらなんか初打ちとかでも、まあいい、別にその機種見たくてなんかね見てる人いなさそうなんで。一応パチンコ番組。あれ今日とか絶対オールボー打ってるから見ようみたいな人絶対いないですよ。まあね。いやでもいいですね、海もだって沖海とかも2万発出るときありますからね。そうなんだよね、そんなに頻度多くないにしても、あ、格変津柄揃ったら3000ですからね。そうなんだよ、3000フィーム、だから3000って書いててもいいと思ってます。そうそうそう、すごい思います。それ俺最近よく言うんだけど、リゼロがあんな、うん、リゼロね、ユニコーンが流行ってるけど、いやもうずいぶん前から、ずいぶん前から3000プラスアルファで、魚が3000フィーバーしてるんですよ。もうずっと前からやってるんですよね。そう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 、確率魚群 100% で出たら3000フィーバー、3000フィーバーですよ、それなの。もう切れてるのと同じですよ、画面。本当だよね、本当だよね。そうなんだよな、だからいいよ、なんかね、言い方ですよ、小冊子も書けばいいんですよ、言い方で。魚群 100% にすればしたときに魚群が出れば3000フィーバーびっくりマークはてなとか書けばいいんですよ。奇数図柄が揃えば3000フィーバー。海控えめなんでね、控えめだから。そう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 、俺なんて呼べばいいのかが本当に結構そのどうだってもう3年になるでしょ、名前変えて。あ、まだです、2年ちょいぐらい、ちょいですね。でもはやもうココミっていうのが違和感なんですよぐらいになっちゃって、なってきたんだ。最初はでも1ヶ月ぐらいでなりました、そういうの。あ、本当、最初の1ヶ月は違和感しかなくて、その職場で、まあ、夏美と本名なんで、うん、本名で呼ばれることがまずなかったので、この仕事してて、はい、そうだね、で本名で呼ばれるじゃないですか、すっごい違和感しかなくて、まあ、慣れないなと思ってたんですけど、やっぱ1ヶ月ぐらいすると本当慣れちゃうんですよね。逆にポコミの方が、で私ってポコミだったっけみたいなぐらい。でもポコとかだったら別にそんなに、逆に土手さんに関してはそっちの方が違和感があるというか、夏は言いにくいし。夏は言われないですね、確かに。夏美さんさっていうのもなんか、でも今後の課題だね。急に夏美って呼べにくいじゃないですか。なんか夏も夏美もなんかちょっと彼氏感出るじゃないですか。急に他のライターなんてんの、まあ女の子はさ、なっちゃんとかって言うけどいいけどさ、男性ライターとかはなっちゃんですよ。なっちゃんなんだ。マッツさんもなっちゃんって呼んでくれてますね、うん、他のライターさんは。なっちゃんということで1万円使っちゃいますよね。あ、ちょうど1、2、3、4、5
本田さんの今ちょっとここからちょっと今若干使えないタイミングで一番いい場合この辺の以外だったら大丈夫だったそうこの辺から使いましょう使えない話をしてましたダメうわ早い隠れでかいでかいお前もうちょっと空気読めよって、ね、よしでもウリンって空気読めないですか、ね、なんか久々にもう一回って言われた気がするなんか引き的に最近はもう良くないですかもう相変わらずだよあとそのゲンさんとかユニコーンとかはあんまり打たなくなってから安定しましたああいう大手はダメなの引いたらもうダメじゃないですかすごい荒れるんですよねこれでだってスマパチになったらもう一段階荒れるっていうからねあもう一段荒れるんですか荒れる荒れるだって350まで加減があれでしょなくなるんですか当たりが引けなくなった分あいいですねあすごい、それはもうおいしょああ玉も来ない玉も来ないけど安心ですねああそう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 おー熊野いや、当たるんじゃないですか、もちろん。馬の身は大丈夫だろう。来い、よし。うまい、上手。すごい。久しぶり。久しぶり。久しぶり。私はここで追加投手なので。あららら。頑張ります。私も格変行きたい。ね。じゃあこのなんだろう夏日になってからさ。はい。まあ、フリーになったわけじゃん完全フリーみたいな感じですね嫌だなって思うこともあるないですほとんど逆にあれかほとんどないですしがらみなくなってしがらみつけちゃダメちょっとストレートでしたけどもさっきからもうフリーのことをなんかもうピーのことをなんかあれですよね、そういうつもりじゃない悪みたいなやっぱり一番のフリーになりたかった理由が、うん、自分の仕事をこう好きなようにやっていきたいなっていうのが一番あったんですよ、うん、それができてるっていうのがやっぱ嬉しいですねなるほどね看板というか背負ってるというかそのロゴを背負ってるからパチマガっていうなんかちょっとその変なことできないじゃないですけど変なことしようとするわけじゃないけどなんかこう迷惑かけちゃいけないなみたいなので結構こう制限がされるじゃないですかで別に辞めたかったわけじゃないんですけどもともとは結果辞めることになってしまったって感じなんですけどなのでおーじゃあもう 100% ですもんね 100%よしよしよし。おお、からの。あれ。よし。マジか。逆に守ってくれるものがないので、そういう意味ではちょっとやっぱりその心細いさはありますね。まあ。全部一人でやってるんで、守ってもくれる人がいないじゃないですか。だから。なんでしょう最初スケジュール管理すごいなんかもう気張りましたそうだよねダブルブッキングとかしたらもう終わりなんかもう本当ダメじゃないですかだしメールのやり取りとかも直接代理店の方とかと全部私はしたことないのに、うん、全部やり取りをしなきゃいけないっていうのがすごい慣れなくてそれが大変でしたねああそんなそうだよね業務メールみたいなしっかりした文章書けないからそんなの書けない書いたことないです書いてやったことないんだから私そんな生き方してないから書き方の例とか見てもうそうあの返信メール返し方とか返し方とかすっごい調べましたそういうまともな人生送ってないから確かに30歳ぐらいの時に MC みたいなとこ MC みたいなの任されたって慣れてないじゃないですか
ました。うわーと思って、でも台本持ちながらね読めるんで、まあ、よかったんですけど、一応そのリハーサルをやって、うん、その時初めて読んで、一応読むで全部台本の通りに。その時に、まあ、ご来店いただきましてみたいな、こう人をこう参加者がいるイベントだったんで、本日はご来店いただきましてありがとうございます、本日も何卒よろしくお願いいたしますって言っちゃって、あの何とぞですって言われてえ、何あ、何とぞってこの人だったんだ、そうそう、あーって思ってすっごい恥ずかしかったの覚えてるんですよ。そのレベルひどい、あと社会経験がもう一応ネイリストやってましたけど、そんなメールとか送んないんで別に誰とも、確かにね、だからまずそこが一番大変でした。もうメールの返信にすごい時間かかって、こういう時はなんて返せばいいんだろうとか、確かにその断りメールビジネス例文とか例文どうしよう、調べてなんかもう失礼のない断り方はどうしたらいいんだみたいな、逆にあの固くなりすぎちゃって、固くなりすぎて急に固くなるんですよ最後だけ急になんか御社のますますの繁栄をお祈り申し上げますとか急にお前何様だよお前にますますの繁栄されても困るって急に御社のって、いやー面白い、いやでもそんなもんだな。それがやっぱり1年間ぐらいはもうそれに慣れなくて、メールの返し方でもだいぶ慣れてきた。そうですね、もう毎日ほぼ毎日のようにメールのやり取りがあるんで、さすがにもうだいぶ慣れました。あ、スケジュールはしんどそうだな。確かに4連、でも時短多くなるからいいですよね。時短120だからね。俺やっぱりこうループの時短ありの方がいいわ。なんかいいですよね。それでも私は諦めず2次会に連れてってくれて、なんでだよ、諦めず、なんでだよ、連れてってくれ、諦めろよ。蕎麦屋のお兄ちゃん頑張りましたよ。心の声がもうダダ漏れちゃって前回で戻してそうなんですよ。レンコン乗っけてって、その受け入れたらもう集合時間なんですよでこうやって引っ張られてずっとこうやって